ですね。Bonsoir à tous, il est au trésor. Takara Jima. C'est parti. Bonne émission. はい、始まりました。宝島インターネットテレビ、シーズン4になります。パーソナリティは西村圭です。よろしくお願いします。お願いします。はい。まあ、宝島インターネットテレビということで、まあ、初めから、映画を元にして、ゲストの皆さんと喋ってみようって言ってるけど、ゲストって言ってるけど、いつも一緒の他人でございます。はい、もうこの2人のおかげでですね、もうなんと今日は40回。ということで、ありがとうございます。長寿番組。殿堂入り。素晴らしい。ですです。はい。ね、じゃあ、ちょっとこの2人の紹介をしていこうかなと思うんですけれども、じゃあ、角ちゃんからどうぞ。はい。角本です。はい。ちょっと、もしかしたら今日声がおかしいかもしれないです。うん、昨日、まあ、飲み会があってですね、うんうんうん、で、まあ、ちょっとはしゃぎすぎたっていうのかな6時から何時まで飲んでたの 10時半ぐらいまで飲んでたのかな、だいぶやなあの喋りすぎたのかお酒のせいか分かんないんですけど、ちょっとお聞き苦しいとこもあるかもしれないけど勘弁してください。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、ではナオピンどうぞ。ナオピンです、はい、私はメンタルは絶好調なんですけど、フィジカルがちょっと不調っていうか、なんか いろんなところがなんかこう痛いとかあって、あちょっとまあお年なのかなっていう感じで、なんかでも、ね、そういうのを結構楽しんじゃう方なんですよね。あ、そうなんです、まあ、そこまで苦痛でもないのかなっていう、ちょっと不調があっても、うん、とりあえずまだ大丈夫っていう感じ、うん、でもなんかこれちょっとどうなんっていうのは、うん、いつもこう首かしげてる感じ。そうなんですね。これ病院行った方がいいのかなみたいな。あ、まあ、そんなぐらい、うんうん、そうなんだ。でもそれは行った方がいいと思います、うんうん、いろいろあります。ただなんか、うん、まだ大丈夫かなっていう一番ね3人の中で日常的に運動してるのがナオピンやから。そうだと思う。そんなことないですよ、運動量少ないから私、ね、いやいや、ジム行ってるし、ね、定期的に何度行ってるし、まあ、どんどんジム行くっていうのもファッションだから。ファッションなんですか。面白いな。ファッションですよ。面白いな。名言だな。新しいの聞いてしまった最近で、ね、流行ってますよね、チョコザップとかもあるしね、うん、そうなんですよ。そうなんですよ、チョコザップうちの旦那さん入ってね。そうなんだ。絶対そういうところに行かないって言ってた人が、うんうんうん、なんかね、ゴールデンウィークの時に入ってね、うん、なんかこんなキットもらって、こんな バッグ抱えてこうやって帰ってきて、すごいね。なんかね、いろんななんかおまけもらったみたいで、なんかフェイスローラーとかね、うん、フェイスシートとかね、そう自分でもらってきて。あんまりトレーニング関係ないけどねいや、ついてたね。そうついてて、なんかもうこんなもらっちゃったよみたいな感じで、なんか一生懸命使ってますよ、おかしくって。バッグも面白いね。そう面白すぎる。そう、体重計とかもう、ね、体組成計っていうのかな。そうですね、そうそう、うん、なんかそういうのはね、アプリと連動してるんですけど。そうです、そうです。あ、すごい。ちょっと今ビガンローラーを自分で使われてた、ね、そう面白いな。いや、なんかすいません、チョコザップの話になると思わなかったけどいや、もう本当に今旬なんですよ、うちの中では。そうですね。いやいや、まあいいですよね、多分 ね、うん、ね、そうそう、黙々とやる分にはいいって言ってますよね、うん、だと思います、うん、ありがとうございます。面白い話をありがとうございます、はい、そんなわけでですね、はい、今日も楽しくやっていこうかなと思います。はい、で、まあ、映画の話なんですけどね、2021年からいろんな映画をこう紹介していっていて、今年はですね、オリンピックイヤーなので、夏にはね、パリでオリンピックですしね、ということで、今年はスポーツに関する映画を厳選してお届けしております。はい、ですね、先月はなんとスポーツ言うても相撲で、うん、四股踏んじゃったっていうやつをね、選んでた。はい、そうですね、運動じゃなくて回しですね、ですね、はい、ですね、それをやってたわけなんですけど、まあちょっと四股がね、究極にバランスの取れた運動になるっていうのを、うん、ちょっとね、派生で広がりまして、うん、私はちょっと衝撃を受けているままなんですけど、うん、研究中ですよね。そう、テンセリングめっちゃおもろいみたいな感じのところがありましてね、ちょっとね、ハマっておりますですけど、はい、なんで、まあ、
今月はですね、その相撲からちょっとだいぶゴロッと変わりまして、あの野球ベースとかね、はい、ベースボールを取り上げてみようかなと思いまして、まあね、そうそう、これですね、これ、これがはいはい、あの関西ですからね、やっぱりこれですよね。でも海外も一つある、海外も、はい、この、そうですね、あの後で見えるようになるんですけどね、あのボストンでね、です。ボストンって何？ボストンレッドソックス、うん、そんなやつよね、そんなやつよね、そうそうそう、そんなんですね。なんでちょっとまああのユニフォーム着るとね、ちょっと気分上がりますよね。はい、ということで、でまああの今年は結構あの海外で活躍されてる日本人選手も多くてですね、あのダルビッシュのあの、うん、今週ですよね。ついこの間ですね、200勝達成とか、うん、ね、すごいですよね。びっくりびっくり、本当にね、かっこいいしね。かっこいいしですね。あとはあの大谷選手。大谷選手の話を聞かない日がないですよね。ないよね。ないよね。毎日ニュースやってるもんね。確かにね。もう5月17日がアメリカで、うん、野球の日だっけ？なんか大谷選手の日。あ、そう、大谷選手、そんなのがあるの？うん、できたんですよ。17日なんですよ。あの17日があの、や、あの、なんかの、何、背番号のもらった日、あ、17、大谷選手の背番号が17なので、うん、5月17日が全米あの野球協会みたいなやつの大谷選手の日だったか、なんかすごい、そんな日になったんですよ。すごい、なんか制定されたんですね。そうそうそう、すごいな、野球音痴だから全然わかんないけど。でもそんな日ができるぐらいのレベルなんで、ね、すごいよね。ちょっと何の日か忘れましたけど、ね、後でみんな調べましょう。いやー、そうなんですね、それはすごいな。はい、なんかね、そういうこともありつつの今年、今日はですね、だいぶでもあの今ね、旬はそうなんですけど、ちょっとだいぶタイムスリップをしていただいて、あの35年前、なんとそんな古い映画なんですけど、あのアメリカの作品で、あのフィールドオブドリームスっていうのを紹介していこうかなと思っております、はい。でこれは一応、あ、そうですね、まず予告編を見ましょうか、はい、まず予告編を見てもらったらいいかなと思うんですけど ね、ただ見たらなんとなくわかるかもねっていうところですね、はい。I have just created something totally illogical. That's palatable. If you build it, he will come. If you build it, he will come. You build what? Who will come? He's sick. I hate it when that happens. Me too.Who's hearing voices? Ray is. I think I know what if you build it, he will come means. Ooh, why do I not think this is such a good thing? Daddy, there's a man out there in your lawn. Are you a ghost? What do you think? You're a real me. Hi! Icarus. This is really interesting. You believed in the magic, it happened. Isn't that enough? Annie, it's more than that. I feel it as strongly as I've ever felt anything in my life. There's a reason. Go the distance. Did you hear the voice too? Did you hear it? Go the distance? Yes. Our Graham is dead. He died in 1972. Are you Moonlight Graham? No one's called me Moonlight Graham in 50 years. I'm busy.It's more than that. It's perfect. You build a baseball field in the middle of nowhere and you sit here and you stare at nothing. This field, this game, it's a part of our past, Ray. It reminds us of all that once was good. Hey, is this heaven? No. It's Iowa. Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones, Ray Liotta, Burt Lancaster. Sometimes...When you believe the impossible, the incredible comes true. Field of Dreams.
したね。タッチ、いい映画ですね。さあ、このあらすじなんですけど、ちょっとかくちゃんにお願いしてもよいですか。はい、はい、そうですね。さっきはちょっとね、あの日本語の字幕、ね、うん、とかなかったから分かりにくかったんだけど、うんうんうん、ね、ケビン・コスナーが主人公なんですね、うん、レイ・キンセラーっていう、ね、レイ・キンセラーっていう役でね、はい、あの奥さんと子供が3人で、うんうんうん、アイオワの、うん、まあ、トウモロコシ、トウモロコシ畑が持ってる人なんだけど、なんかある日突然なんだけど声が聞こえてくると、うん、まあ、ちょっとファンタジーな、ね、映画なんですけど ね、まあ、声が聞こえてきて、なんかそれを作ればなんかやつはやってくる、うん、それがもう分かんないし、やつって誰なんだよっていう、でもその言葉に、まあ、導かれてっていうのかな、うん、あの彼なりに解釈すると、これは野球場を作れっていうことだっていうふうに、まあ、なるんですね、うん、If you will, he will come. If you will come. そうそうそう、そう、なぜ野球、なんか野球場につながったかがね、不思議なところだよね、うん、それイコール、そうそうそう、あの球場になぜなったと思うけど、そうそうそう、まあね、でもその辺でひらめいたんだよね、うん、不思議なんだけど、まあ、うん、ちょっとインスピレーションとかそんなんで、ね、まあ、球場を作って、はい、で球場を作ることで実際の、あの いろんなイベントが、うん、あの次々と起きていくんだよね、うん、あのちょっとファンタジー要素が入っているところもあるんだけど、次々起こっていて、うん、最終的にはそう、あの、ね、あのお父さんとの、まあ、何だかな、心のつながりがまた、うん、あの持てるっていう風な、うん、ハッピーエンドな、うん、そんな映画なんですけどね、ね、そんな映画でございました。結構ね、あの広い、あ、なんか、なんていうの、広いところになんかある、なんか何もないところにいきなり球場ができる話みたいな感じではありますよ ね、 ただ広くて、もうトウモロコシ畑もね、広大なところがあるんだけど、いきなりそこに球場ができると、そう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 、なんかちょっとね、面白い感じでしたけどね。なんか原作では、うん、あのその町にその、え、野球なんか見に来る人が、うん、そんなに多くないみたいな感じでちょろっと書かれてて、なんかわざわざ映画、あ、野球を見、観戦に来るほどの場所ではないみたいな感じなんですよね。少し地方というか外れの方なんですよね。まあ、畑ですからね、もともとね、そういうところだから。なんかあのアメリカの方ってほら、農業も規模が違うじゃないですか、本当に。もう見渡す限りっていう感じですよね。だってそれこそ昔は奴隷使ってまで、ね、確かに耕してたっていうか、確かにね、人力で ね、それだったから、もうね、そういう感じの場所に作っちゃいましたっていう話ですよね。そうですね、まあ、作ったところからね、こういろいろ物語がね、あの出て、あの絡まっていくわけなんですけれどもね。なんかナオピン的にはこの映画を見てどういうところが、あ、やっぱり、うん、なんかお父さんのあれですよね、うん、お父さんと息子のレイの関係っていうか、まあお父さんはすごいおとぎ話で、や、あの野球のベーブルースとかシューレスジョーの話をするほど野球熱があって、ね、で、まあ、息子はなんかもうだん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 嫌になってくるんですよね、うん、で、まあ、町の、まあ、あの繁華、あの何ていうかな、栄えてる方に大学に行ったりとかするんだけど、でもなんか、あの 最後にはなんかね、お父さんのなんかね、こう、そうだね、和解してみたいなところが、ね、あるからね、あのお父さんもね、あの若い時に亡くなってるんですよね、お父さんは。あ、そうですよ ね、で、うん、でも、まあ、幽霊になって最後出てくるんですね、出てくるみたいなところがあって、うん、あのあれですよね、お父さんは野球選手に一瞬なりかけたけどっていう過去を持ってる、うん、そうですね、うん、っていう風に描かれてましたね、うん、なんかそういう感じのところでしたね、いろいろこの、そのファンタジー要素がね、すごく上手に描かれてて、で、あとなんかちょっとこう英米文学みたいなところもちょっと入ってて、うん、すごい、すごくこう野球だけ、野球一辺倒かって言ったらそうでもない要素もいろいろ盛り込まれてる映画じゃないかなって思います、うんうん、それはね、そうかもしれないですね、うん、文学といえばほら、ナオピンが持ってきてくれた
そうそう、これは、まあ、かくちゃんが教えてくれたから私は持ってるんですけどもそうそう、シューレス・ジョー、キンセラっていう人が書いてるから主人公と同じ名前の作者なんですけど、これは小説なのかそのノンフィクションの話なのか、そう、ね、分かんない感じですね。なんか中途なんかまなんか両方ミックスされてる感じがしますよね。でも映画は割とこれに忠実でしたよね。そうなんですよね。内容はまだまだそうですよね。だからなんかあの映画の中であの出てくるあの野球選手たちも、うん、あの実際になんか活躍した選手たちが出てきたりとか、うん、ね、そういうところがあるので。これが違うのはあれですよね、あのライ麦畑で捕まえてのサリンジャ ー、うん、サリンジャーがなんか出てくるんですけど、うん、小説家として出てくるんですね。そうですね、はい、不思議ですよね。でもなんかそうですよね、うん、けどなんか、映画では実際にはテレンスマンっていう人に変わってますね、うん、人っていうぐらいしかこれはおそらく架空の人なんですよね。そうですよね、でもなんか重要人物そうですね、この人がいるからあのなんかこうつないでちょっとつないでいく役目の人かなと思うんだけど、うん、なかなかいい役じゃないかなとは思いますね。もう本当は何だったかな、映画のタイトルが、うん、このライ麦畑で捕まえてっていうのが、うんうん、キャッチャーインザライっていうタイトルなんだけれども、はい、うん、それにおも文字ったっていうかな、限りなく近いようなタイトルで、うん、なんだったかな、キャッチャーインザ、なんやろ、とね、キャッチやったかな、なんかキャッチボールのことキャッチって言うんでしたっけ、キャッチっていうのかな、キャッチインザフィールドとかなんかね、まあ言うたらお父さんとキャッチボールをするたりするので、そういうまあキャッチャーインザライを少し変えたようなそのタイトルにしようとしてた。だけれども、なるほど、なんかの事情でね、それができなくなって今フィールドオブドリームスっていう風なタイトルになってるんですって。いいんじゃないですか、それで。ね。気がの巧妙というか。そうだね。元々の映画の現代もフィールドオブドリームスなのかなっていうことだよね、きっと。あ、そうそうそう、それはそうです、そうです。あの日本のタイトルではなくて、映画あの現代があのフィールド・オブ・ドリームスに なっちゃってるってことです。でも本当は現代をそのキャッチ・イン・ザ・ライとかにしたかった、サリンジャーってどんな人なんっていう感じですよ ね、 だからね、拒否ったって言ってるけど、そうですよね、出演っていうかね、自分の役として映画に出るっていうのも嫌だったみたいな。そうか、だからタイトルももしかしたらサリンジャー側が嫌がったので、うんうんうん、タイトル変わったかもしれないですね、うん、って思いました、今聞いて。あ、そうかもしれないね、うんうんうん、そのさっきナオピンが言ってくれた、こっちの作品映画ではテレンツマンになったっていうのは、うん、この原作はサリンジャーなんだけど、サリンジャー側があのサリンジャーしてくれるなってなったので、そう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 、あの自分の名前入れてくれるなんて、テレンツマンっていう架空の人物に映画でなったんですね、うん、入れときゃいいのにでそこは事実なんだけど、タイトルの話も同じ かもしれないなっていうことを今言ってますね、うんうん、ちょっと想像な感じですけど ね、 そこはね、そうですね、まあでもね、あの、うん、ちょうどこの、サリンジャーの年代と、うん、あの年代とそのお父さんの役の、ね、うん、ぐらいの人の年代が多分同じぐらいの設定で書かれていて、うん、そうで、あの第二次世界大戦の戦争をもう経験している人たちだから、うんうん、なんかそういうのもいろいろあったのかもしれないですね。このライ麦畑で捕まえてもなんかそういうのの、あのなんていうの、反面じゃないけど、うん、で、あの、青春の話になってるみたいなので、そういう経験が元にあるだとは思いますけどね、なんかせっかくやからね、読んだことないので、うん、ね、名作と言われてる本だから、うん、この映画を機にちょっと読んでみてもいいなと思いました。あ、それいいかもしれないですね、うん、なんかね、そういう感じではあります、はい、あ、じゃあちょっとあのかくちゃんのポイント的にはどういうところがなんかありますか。そうですね、そうですね、少しあの、ね、映画を1回見ただけでは実はあまりよくわからなくて ね、 あのね、ストーリーで触れたいきなりこの、そう、あの結局ね、今回3回見たんです、まあ、3回目はちょっとね流し気味で、あのここは見ないといけないなってところだけ見たりとかしたんだけど、3回見るとようやくつながってきた部分もあったりとか、
そうなんですね、ナオピンが触れてくれたそのお父さんと、まあ、和解するというか、うん、そういったところも1回目見た時にはピンとこなくて、そうだね、なんで最後お父さんが出てくるんだろうとかいうふうな、うん、思ったりとか、あと球場を作るところも、まあ、一応見たら一応そのインスピレーションが出てくるっていうところは分かるんだけれども、うん、唐突になんか話が変わったりとかするので、そうだから見られる方はちょっと腰を据えてちょっと、うん、じっくりね1回見てこれは面白くないなっていうんじゃなくて、ちょっと2回ぐらい見た方がいいのかもしれないような、うん、そんな作品ですね。確かにそうかもしれない。ちょっとね、うん、いろいろインターネット見て予備知識を仕入れてから見ると、うん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 、なるほどな的な感じがあるかもしれないですね。多いと思います、これは。そうですよね。よくほらネタバレになるから見ないとか言う人いると思うんですけど、うんうん、これは見た方がいい。そうですね。これは見てから見た方がいいと思う。なんか英米文学的な話も入ってるし、うん、そうね、言ったっけ、なんか、うん、野球だけじゃない。そうですよね。結構あったりするので、そう入ってて、なんかいろんなオマージュが入ってるんですよね。うんうん、なんで多分私たちは日本人でよくわかんないところがあったりとかするので、そういうのもね、なんかそういうやつところがあるんだねって思ってみるとわかるかなっていうのがちょっとあったりしますね。野球選手、アメリカの野球選手とかも知らないよっていうとね、一回見た後こんな野球選手とかちょっと調べてもう一回見てもね。いいかもしれないですね。なんか詳しい人いたらちょっと解説してほしい感じですよね。本当にこの人こういう活躍した人でね、みたいな感じだよね。そうですね。なんかね、出てくる人たちも多分結構有名な人たちが、往年の有名な野球選手が出てきてるはずなんだけど、ベーブルースとかね、タイカップとかね、名前わかるんだけど、でどんな活躍したかとかいうところまでは僕も知らなくて、そうね、ちょっとそこまでまあでもそこまで知らなくても楽しめますみたいなのもちょっとありますね。そうやね、そういうのがあったりとかですよね。なんかこういう細かいことが意外といっぱい入ってて、うんうんうん、私よくできた映画だなってちょっと思ってるんですけど、確かに。ただ今見たからなんですけど、20年、あ、じゃあ30年前でしたっけ、98年じゃ95年、アメリカでは89年、89年、でも多分そのぐらいです。なんか私、うん、学生で英語勉強してたので、うん、学校の先生がこれいいわよって言ってこれ見たんじゃないかなって思います。もう封切りで見たんですけど、うん、でもその時はやっぱりファッションでね見てたので、うん、もうさっぱりわからないし、なんかその親子の関係が何なのみたいな、うん、父親と子供、息子が何なのとか、もう野球なんかもうさっぱりわからないし、っていう、 何を見に行ったんだろうもうお恥ずかしい自分のことしか思い出さなかった。いや、ね、1回だけやったら、しかもね、その、はい、すごい若い時だったら、そうそう、ほんと来ないと思いますよ、うん、もう今はね、もう見るたびになんかジーンってなりますね。素晴らしい、なんかそういうのが、うん、ね、だってなんかそういう、 こう、ね、エピソードが結構いっぱい盛り込んでありますね。確かにありますね、そうですよね。結構ね、ネット上の情報でも1回目、なんかずっと前に見たことあるけど、全然わかんなくて、でも今見たら、うん、なんかすごい深い映画だったとか、いうね、映画の評価とかね、あったりとかするので、私も最初なんか星結構ついてるんですよね。4000何個ぐらいついてて。結構評価高いんですね。そう、結構高いんですよ。でもなんかパッと見よくわかんなくて。そうなんですよ。なんかピンとこないぞって思った思いがある。そう、ニューシネマパラダイスみたいに劇場、これ劇場版で完結版、はい、完全版とかもあったら面白いかなってちょっと思ったんです。なるほど、すごい長かったりして3時間半とかで、このつながってないと思うようなところがちゃんとつながるような。そうなるほどな、実はあるのかな。映画の最初になんかこうナレーションでバーっとこうね、喋ってくれるとかね、そう、アンとアニーとどうやって結婚したかとか、とかね、いろんな、うん、あったけど、ちょっと流しすぎてあまりにもね。そうなんですよ、父親と、もう、まあ、家をね飛び出したっていうのはナレーションであるんだけど、うんうん、ちゃんと
この映像とかで語られてくれないと、うんうんうん、やっぱり最後のね、つながりがね、弱いですもんね。確かに。あそこら辺ちょっと描写してほしいね。完全版で。完全版。何やったら今から作ってくれないかな。ね、制作会社に頼んで。あるといいですね。なんかね、面白いけど、でもこれあのフィルムの時代なので、うんうんうん、結構大変かもしれないですね。さらに今からすあのなんか探し出してとかね。いや、面白いですけどね。面白いですけどね、あるとね大変そう。いや、うん、そのねフィルムの話ですると、最後にあのキャッチボールのシーンがあるじゃないですか、かなんかものすごい緊張して撮ってるだろうなと思って。緊張だって撮り直しできないんだよね。撮り直しするの大変から、キャッチボールをキャッチボールフィルムだからね。だから今だと、デジタルだし、まあ、何でもできるけど、でまあ多分だけどあのドローン飛ばして撮るんじゃない、みたいなところだけど、前はないからね、本当に。なので結構ねその辺の見どころもあります。これどうやって撮ったねみたいな、そうですね、とこそういうちょっと目線でね楽しんでもらうのもねいいかなと思います。結構一発撮りの緊張感っていうのがあるんじゃないかなと思われますね。あのお父さん役の人がそのキャッチボールするときに、あの、まあ、あの撮影の中で、お父さん、実際の自分のお父さんが亡くなった後でお葬式からかそのまんま、その葬儀からそのまんま撮影場に行ったっていうエピソードがあって、まあ、それですごくあの緊張した顔をしてるっていうのはちょっとあの言われたらそういう顔してるなって思いました。あの幽霊だからとか、この人が相手が誰、自分の本当は息子なのに分かんないでやってるのかなとか、あのそういう顔してるのかなって。でもかなり複雑な顔していたのが、なんか、そのまま演技に入って、なんか投影されてるのが、なんかこういい演技だなっていうよりは、なんかちょっとなんか胸が痛みますね。それを聞くとそうですね。そうなんだね。なるほど。じゃあまあ演技っていうよりかは結構あの素が出てるところもちょっとあったかもしれないってことですね。それは聞いてみないとわからないわ。そうですね。普通やったらね、この息子に会えてね、嬉しいとかね、そういう感じに なってもおかしくないですもんね。そうですよね。なかなかのね、そういうあれでしたね。そう。まあ他に何か。グラハム先生。グラハム先生ね、あの僕はこの映画で一押しなんですよ。一押しのグラハム先生。そう、まあ幽霊が登場したりとかするんですけれども、そうグラハム先生っていう、彼もちょっと話すと、若い時に、まあメジャーリーガーに憧れて、一瞬だけ登場する、あの登場する機会があったのかな、出場する機会があって、守備だけをちょっとしたんだと思う。ただでも打てなかったんだよね。そう、あのバッターボックスに立つ機会がなくて、でそのままもう引退して、で結局事実はお医者さんになって、現在でもすでに亡くなってるのかな、あれも。そうそうそう。でも1回でもその打席に立ちたかったっていう夢を持っている人がいてて、でこの作品の中では彼が、その若い自分の時の、まあ、20歳ぐらいなのかな、わかんないけど、その時の彼をに、まあ、主人公たちは出会って、で、ケビン・コスナーは自分のところの球場に連れて行って、でそのシューレス城とかが、あの過去の野球選手たちがいる中で、その若き日のグラム先生は、お前野球するのかって言って、あ、やりますとか言って、で実際にバッターボックスに立つことができるんですよ。まあだから夢は叶ったんだけど、ただその時に、ケビン・コスナーの娘さんが、まあ高いところが落ちて、まあ、一瞬こう気絶したような状態になったんですね。ただでも、まあ、実際気絶なんだけど頭を打ったりとかしてるかもしれないから、もしかして命に別状があるかもしれないっていうので、こうざわざわっとなるわけですね。早く救急車呼ばないととかって、その時にこうグラハム先生が来るんです。まあグラハム先生でお医者さんね。お医者さん、お医者さん。ね、そう。でもあの映画の最中ではまだ若い頃だから、20歳の頃でメジャーリーガーを目指してる時の設定なんですね。ただ幽霊だから。
多分自分が将来お医者さんになるっていうのは知ってるっていう設定なんですね。多分なもんで浦間先生は野球してたんだけど、あ、この事故を目の当たりにして、やってきて、で球場の外に出てきて、その娘さんのところに立ち寄るんで、あの、駆けつけるんです。ただおそらくこれも映画の設定で、球場の外に出ちゃうとこの幽霊の何て言うかな、あの、魔法が解けちゃうんですね。球場外出た瞬間に、もうお医者さんになった、もう高齢の、まあ、60歳か70歳ぐらいになってるのかな、もうお医者さんの時のグラハム先生になって、でそれはグラハム先生はもうお医者さんなんで、その娘ちゃんの症状とかを見て、あ、これもう軽くつけただけだから大丈夫だよって言って、で実際娘さんも意識を戻すんだけども、ただ一旦球場の外に出てしまっているので、彼はその若き日のメジャーリーグができる頃の若い自分に戻ることができないんですよね。やっぱり定めとしてはもう短い時間しかその球場にいられないっていうのがもうめっちゃ切ないですよね。多分その球場に外に出るときに一瞬その立ち止まるんです。若いグラハムですよ。躊躇するんです。でもそれはおそらく一旦出たら戻ってこれないっていうことを分かった上で、でも娘さんを助けないとっていう、このお医者さんとしてのこの矜持がなんかかなと思ったんだけど、っていう出てくるところが、あの、ちょっと胸も痛いし、あの、かっこいいなっていうふうに思って、浦間先生はその後娘さんを解放した後、結局奥さんが待ってるからもう帰るねって言って球場を後にしていくんですけども、でもそのもっと野球したかったっていう思いはあるかもしれないけど、奥さんの元に帰るねっていう彼の姿はすごいなんか清々しいとか、こう、ね、そういう表情をしてて、この人かっこいいなって思って、あの、角本的にはね、もうこの映画の中で実は一番好きなシーンというか、好きなキャラがグラハム先生ですね。結構丁寧に描かれてましたよね。なんかその球場を去る時も他の、あの、プレイヤーたちがみんなこうやって、あの、帽子をこういう風にして、そうだね、挨拶してたね、挨拶するんですよ。で最後にシューレス・ジョーがなんか、いや、いえ、ルーキーいいや、あの、いいプレイヤーだったぜ、いえみたいなことで、あ、いえはないけど、うん、ないけど、はい、いいプレイヤーだったぜって言ってくれてたっていうので、あ、そうね、確かに確かに、あれも良かったですね。あそこ泣かせますね。泣かせるね、泣かせますね。そうで、なんか、あ、でもあれ、あの先生、あの、お医者さんは、あの、テレンスマンと、あの、レイ・キンセラが二人でこうどこか球場に行った時に、あの、バーンとなんか、ね、球場のなんか掲示板に名前がムーンライト、なんとかグラハムとか、グラハムを探せみたいな感じで出て、だから一人のなんかキーパーソンみたいな感じですよね。そうですね、あの、映画の。そうですよね、お父さんですよね。 お父さんお父さんがやったのか、そっかそっか。なので、あの、あれですよ、アンキーパーソンというか幽霊の、そう、なので、あれですね、ここにこの書いてある通りで、あの、失った者たちは帰ってくる、若き日の父に姿を変えてっていうことで、なんか、あの、球場に集まる人たちもその何かしら無念を背負って、あの、ね、叶わなかった夢たちがあるっていう設定なんですよね、全部ね。なので、その無念をいつか、あの、代わりに息子が、あの、その場を作るっていう、なんかそういう映画になってるかなとは、そうですよね、思いましたが、なんか、あの、私、あの、イシス編集学校でいうのでちょっといろいろやってるんですけど、そこの、あの、松岡聖剛さんが、あの、何だかな、男は無念の中で生きるとか、なんかそういうことを言ってて、なんか残念なんだね、男の人は。けど、いろいろ無念を背負って生きるやったかな、なんかそういう感じの言葉を言ってはって、こう、そう、いろいろあるんだね。まさにその言葉が出るのかもしれないけどね。そういうのちょっと今思い出しました。ね、でもまあね、まあ、いつか晴れたらいいんだけどな。そう、なんかね、でもまあ背負ったままで背負ったままで抱えて、なんかそもそもこの、あの、なんかお話って、そのシューレス・ジョーっていう人がなんか八百長で発覚して、で、ね、で、それでこう球場界から、あの、野球界から追放されてされたっていうことらしいんですけど、なんかその野球界を追放された時に、ファンの子供の、あの、ファンである子供さんが一人、ヘイジョーみたいな感じ、なんで本当に行っちゃうの、本当にやめちゃうのって言ったその一言が、なんかこう
なんとかな、クローズアップされて、でそれでなんか有名になったみたいなんですよね。そうなんだね、それも胸が痛いな。胸痛いですね。うそう、めっちゃ残念だったと思います。だから、うん、確かに当時はなんか晴らす方法がなかったんですよね、きっとその八百長の ね、 そうですね、あれもからもう潔く、その本当なのか嘘なのか。でもそのシューレス女王を割とヒーローに仕立ててるじゃないですか、ってことはやっぱり本当じゃないっていうことを信じたいっていう側の人たちがこの お話を作ったのかなっていう、なんかちょっとこう心温まる、そういうところから見てもなんかいいお話なんですよ。でもね、きっとそうだと思いますよね。確かにそういう感じではあります。そう、なんか面白かったのは、なんかこの球場ってこの長いことそういうなんかね試合とかに使われてたかどうかわかんないけど、メジャーリーグの試合では使われてなかったのに、コロナ禍ぐらいの時に、あのゲームをやろうっていう話がね盛り上がったんですよね。そうで、いつでしたっけ、2021年か、だから3年前に実現したっていう、すごいですよね。なんかあの何ていうの、あの木枠のあのスコアボードにこうあの点数がこう、もう昔ながらですよね。ね、あの札がかけられだったんですよね。そうそう。しかもそれがあのホワイトソックスとヤンキースでしたっけね、の対決だったってありましたね。で、そうそう、しかもあのホワイトソックスが9回裏の逆転劇で勝ったっていう、なんかこう結構かなり面白かった試合らしいだったらしい、そうなんですけどね。しかもあのレトロなユニフォームに作ってわざわざ、すごいですね。そう、なんか結構そのようにその当時のとか、そうその当時のユニフォームにして試合をなんかやったみたいで、なんかねこれいろいろ調べるとすごい面白くて、なんかメジャーリーグってね、日本はねプロ野球地方巡業があるんですよね、地方に行って試合するのあるんですけど、メジャーリーグってないんだって。なんか各どっかのあのどっちかの本拠地でやる、そう本拠地でやるみたいな感じのが多かったんだけど、なんかその2021年やってから割とそのフィールドオブドリームスゲームっていうのをやることにしたらしくて、こういう球場を、そうで、そうそう、でその、その2021年にやって2022年もやってるんですよ。この球場で、その球場でやってて、そこではレッズ対カブス、でカブスには鈴木選手がいた、日本人のっていうのが出てきて、はすごい日本人が活躍してる。あの球場でそうかゲームしたんだみたいな。なんとなく嬉しかったっていう。あ、でもこの映画が元になってこうそういう地方巡業というか地方で試合をするっていう動きができたってことですね。それもあってもいいかなってなったのかな。全然いいですよ、地方でお金落としましょうよ。そういうの、ね。アメリカの地方広いからね。確かに。そうかでもやっぱりこの街とかね、でも野球ファンの人がいて、でも遠いからなかなか見に行けないなって人の夢を叶えることになりますよね。いやもうね、なんかそういうのがあって面白いなってちょっと思いました。工業的にね成功するかどうかわかんないけれども、そうよね、だからあれかな、長いことできなかったのかな、かもしれないですね。だってこの間でしょ、2021年ってやったの、ついこの間ですね。ってなるよね。そこまでやったことなかったのみたいな。30年間ねメジャーリーグの試合はしてないわけやから、どうだったのってなるじゃないですか。でもまあこうね、興行としては多分成功したから、まあ続けてるのかな。あ、まあそうかそうか、そう、ね、次やってるってことはそうだよねっていうことなのかなとは思いますけどね。いやなんか面白いなってちょっとね、国に違えばですけど、でもこういうのを調べるとすごい面白いですよね。うん、そうですよね、本当にそうなんだ。まあ日本は狭いからなってちょっと思ったけどね。狭いか、移動が楽っていうのかな。一日でピョンと行けますしね。でも今のケイちゃんの話はいい話ですね。なんかその話を聞いて、逆にこのタイトルがフィールドオブドリームスっていうタイトルでいいなって思いました。うん、
なるほど。実際にそういうあのいけない人の夢を叶えてくれる動きになったっていうのが。確かにいいですね、うん、そうそう、今年はね、なんかアラバマ州のバーミンガムっていうところにある、うん、なんかなんだっけ、リクッドフィールドっていうところでやるらしいんですよね、うん、だからそういうね、なんかその地方でやるっていうのが、ね、うん、できるようになったのは本当にすごいなと思ったけど、素敵な話だな、いや面白いよね、そう、でもそこでね、あの日本人選手が活躍してくれてるっていう、うんうん、すごいですね、ちょっとまたね、あの他の大谷選手とかいろいろなんかわかんないけど、なんかいろんなリーグがあるからちょっとどっちがどうなのか全然わからないけど、ね、アリーグとナリーグっていうのがあって分かれてるんだよね、アメリカンリーグとナショナルリーグっていうのがあって、そうか、分かれてるんだよね、だから違うかもしれないその辺が分かってないです、うん、はい、はい、まあまあそういう感じでちょっといろんな話もね広がりつつのなので、はい、またぜひ見てもらえたらなと思いますね。いや、なんかあの正直映画最初見た時にはピンとこなかったですけど、こうやっていろんな話をするとこの作品、まあ、周辺のことも含めて魅力を感じられて、いや、いいですね。そうですね、本当にやっぱりいいよね、いいですね、こうやってあのみんなでね、こう映画をね話していくと、なんかいろんな出てくるんだな、出てきますね、はい、じゃあまあそんなところで今日はフィールドオブドリームスの紹介になりました。ありがとうございます。はい。じゃあではですね、最後にちらりとあれですね、なんか告知とかがあれば皆さん回してみようかしら。どうですか、たくさん。はい、そうですね、うん、時々紹介してあの読書会っていうのをね、うん、あの不定期っていうかな、うん、2ヶ月に1遍ぐらいのペースでやっててですね、そうですね、楽読スクール西宮北口スクールか、はい、の場所をお借りして、やってます、うん、読書会って言ってもね、その本を読む会じゃなくてね、うちやってるのはね、うん、自分が好きな本、まあなんか、うん、あの気に入ってる本とかが例えばあったとしたら、うん、その本をそれぞれ参加者の皆さんで紹介し合うっていう、そういう時間にしてます、うん、あのなんだろう、自分の好きな本をね、こう自分の言葉で人に伝えるっていうの、うん、結構楽しかったりします、あの、ね、紹介できて興味持ってもらえたりとかもするし、ね、うん、で逆になんかのあの自分が好きな本はあるんだけど、あえてこの言葉にすることで、あ、私この本のこの部分が好きやったんだっていうことを、ね、認識できる場合になったりとかするし、まあ、紹介しようと思ったらストーリーとか思い出さんとかなくて、しばらく時間経っているから忘れちゃったなっていう時には、この再読の機会とかね、もらったりとかします。いいですね、なかなか。いつですか、読書会は。はい、6月の8日の土曜日ですね。もうすぐですね。はい、西宮北口でのこのスクールさんでやってますので。はい、あの、うん、テーマかなんかありますか。あ、はい、まあ、一応あります。雨ですね。あの6月の開催なので、まあ梅雨の時期っていうことで雨ですね、レインの雨ですね、一応本紹介するときにはあの雨に関連付けて紹介してくださいっていうこのお題を出しててですね、ですのであのどっかしら雨、まあなんだろう、実際雨に関する本でもいいし、うん、まあ主観でね、この本はまあ雨の日に読んだらいいなっていう本やってた、そういう紹介の仕方でもあるんです。あるある、雨の日に合いそうな本とかありますよね、はい、音楽もそうだしね、うんうんうん、あの何かしらこう雨にあの関連付けてこじつけでもいいので、あの紹介してもらうっていう、そういうやり方をさせてます。いいですね、雨の本なんやろ、うん、ね、ちょっと楽しそう、うんうん、じゃあ8日にまだまだ、はい、あの、うん、興味ある人はあの連絡いただければ詳細をお伝えします。どうぞ、はい、ありがとうございます。じゃあ、ナオピンは何か、まあ、雨にあやかるわけじゃないんですけどもアメリっていう映画をあの やってますってか、あの映画のセリフをもう一語一句残さず学ぶ、素晴らしい、あのちょっとマニアックな講座をやっていまして、はい、あのすごい、あのかくちゃんも奮闘していただいてそうなんですね、はい、いつもあのご出席していただいてます。はい、次5回目、今度6回目かな、回目か、あ、え、何、その
その続きとして、はい、6回目になりますね。6月の27と30だったかな、はい、一応予定していますので、この間あの5回目が終わったばかりですけども、アメリのね、その数奇な運命のアメリみたいな現代なんですけど、面白いですよ、すごい、いろんな、なるほど、いいですね、この人いるわフランスっていう感じの、すっごい面白いんで、はい、もしよかったら、ね、面白いところですよね、うん、面白い、なんていうかな、けったいなっていう言葉でもいいかな、なるほど、けったいな人が多い、うん、ですです、いいですね、かあの室内とか可愛いですよね、アメリの映画。そうですね、女の子は結構 ね、 ですね、好きな人多いと思います、はい、はい、こんな感じですね、はい、ありがとうございます。はい、それではだいたいいい感じに収まったかなっていうところなので、お時間もね、はい、そうですね、ね、はい、今月はこんな感じで終わろうかなと思います。 OK, très bien, et merci à tous, à la prochaine fois。また来月。バイバイ。